基礎街道69時鳥居本が鳥居本塾は大見国坂田群にあった中仙道の63番目の宿場で、現在は滋賀県彦根市鳥居本町。本陣は寺村家が務め、脇本陣と問屋は高橋家が務めた。本陣や脇本陣の建物こそ現存しないが、随所に重厚な家屋が残り、宿場の雰囲気が残されている。鳥居本塾から、 朝鮮人街道が分岐した。本陣寺村家は合計201条もある広い屋敷であった。文政12年から天保12年までの寺村家大副町によると本陣宿泊客の状況は13年間に161回3594名が宿泊している。1年間の利用回数にばらつきがあるが平均で年間利用回数12.4回。 一回の平均利用者数22.3名であった。また一回の利用者数の最多は80名、最小は2名で、実際は50から60名が、その収容限度であった。参勤交代の大名の友仙のように200から300名に、達すると全員を本人に収容することはできず、多い時には156件の下宿が必要になった。また、天保十四年の、 中仙道宿村大街町によれば、鳥居元宿の長さは、小野村境から、下屋倉村,村まで十三町、祝高百十五国、鳥居元宿の宿内屋数は二百九十三件、内本人一件、脇本人2件、問屋は1件、子三十五件で、宿内人口は千四百四十八人であった。鳥居元宿は、秋広島藩、筑前久留米藩、木和歌山藩、 阿波徳島藩、出雲松江藩、長戸萩藩、三坂津山藩、伊予松山藩などが利用しており、下宿を利用する大通行が年間数回ずつあった。高宮宿までの史跡、見どころ。ありがとうございます。